皆様こんにちは、水谷美月です。実は先日もあるとても天気のいい日にですね、ある場所に行ってまいりました。皆さんにとってもちょっと気分の良くなるようなそんな動画になればいいなと思っております。題してブランプということで、この VTR ご覧ください。皆さんこんにちは、水谷美月です。お元気ですか？梅雨の中休み的な今日は綺麗な晴天、じゃーん。お、ちょっと見えました。晴天のこの日にどこに来たかというと、ここにやってまいりました。見えるかな？じゃーん、国領神社。国領神社というところにやってまいりました。甲州街道から、甲州街道沿いにあるとても、なんていうんですかね、上品な佇まいの神社でございます。こちらです。見える？なぜここに来たか、それはもうちょっと後でご紹介いたしましょう。それでは行ってみたいと思います。これと、ここに大きい太鼓が、祭り用ですか？祭り用の太鼓、そしておみこしが、大切に保管されておりまして、そのこっち側はですね、藤棚、立派な藤棚でございます。もうね、藤の花は散ってしまいましたが、でも緑が爽やかです。大分のおじいちゃん家はですね、藤棚がありまして、うちのおばあちゃんが大事に大事に大切に育ててたんですね。おじいちゃんとおばあちゃんのなんかむつまじいお話を聞いたことあるんですけど、それをまたお母さんに聞いてみる。こちらにお手て清める場所がございます。自動かな？お、出た。清めが終わりまして、ここにね、書いてましたね、センサー式です。見ておりませんでした。はい、すいませんでした。それでは、あちらが本殿となっているようなので、お参りに行ってみたいと思います。ずずずずず、ちょっと風があるから涼しいな。この窓から、窓から夏にお祓いをすると千年の命が伸びるって。みんなもこれで千年伸びましたね。さあ、お参りをしたいと思います。ちょっとゆっさゆっさ揺れますから、ちょっと酔わないようにね。ここはね、ちょっとお参りするのは100円で行こうと思いました。ちょっとお参りするから一回止めますよ。お参り終わりました。
ここはアマテラス大神さんと誰スサノオノミコトさんを祀っている神社らしいです。ありますね、ここにね、お札がね、アマテラス大大神宮。映ってる？ちょっとずれてる？私この感覚まだちょっとつかめてない。藤棚の方に藤の季節来たかったですね。じゃあこれを皆さんにご紹介しましょう。はい、ということでここは国領神社千年の藤というこの藤棚ですね、これですね、有名なんだそうです。千年って書いてるのにここ樹齢約400年から500年って書いてる、この矛盾ね、いいですね、好きですよ、矛盾大好き。読んでみますか、せっかくだから。武蔵野の一隅に藤の大木があり、10個の村人この地に何ですか、神結びの神を祀る。この祭神恩人の結びの力を藤に与えたもう、幾年月を経て今日も今日もよく伸び茂るので、ね、伸び茂っておりますね。延命、子孫繁栄、商売繁盛、万物繁盛に通じ、また富士の字は富士、無事に通じ、厄払いを最悪を防ぎ守る御神木として敬い崇められています。今の時期にぴったりじゃないですかね、皆さんを、無事に今年1年来年も過ごせるようにお参りさっきしてきましたから、ここに来てこれを見てる人はみんなじゃあ元気で過ごせるってことです。樹齢約400か500年と言われ、人々は畏敬の念を込めて千年の藤と呼ぶ。以前は欅の大木に絡まっていたが、落雷のたびに朽ち、昭和47年、鉄骨製の藤棚を建造。これ鉄骨、ああ、なるほどね。鉄骨が入ってますね。藤棚は高さ4メートル、面積400平方メートルあり、広い。中央に落雷のたびに朽ちた欅の木の代わりに、高さ12メートルの電柱を2本立てて、藤の木は電柱の上まで上がり、そして下がってきて、富士一面に広がる。4月の下旬から5月の上旬にかけて開花だそうです。皆さんぜひ来年はね来てみましょう。ということで、ここのね御朱印が有名らしいんです。私御朱印帳持ってないんですけど、ちょっと御朱印いただいてみようと思います。ここで社務所さんでこちらの御朱印をゲットしました。そしてじゃん、アマビエさんが乗ってます。あの、ね、3種類あってですね、あの選べるんですけど3番がアマビエさんでした。はい、ということでこちらのアマビエさんの御朱印をゲットしましたので、こちらをある場所へお届けしようと思います。それはまた後日皆さんを一緒にお連れしようと思いますが、これを持ってね、でもこれ欲しい方、国領神社さんのホームページでダウンロードできるらしいので、ぜひダウンロードしてみてください。私もちょっと今聞いた情報なんでホームページ見てみますが、ホームページダウンロードできたらこのアマビエさんももらえるのかな。こちらでいただいたのは、500円お支払いしていただきました。ということで皆さんにね、アマビエさんの威力、そして家内安全、開運祥福、いいですねこれね、写真撮りたいぐらいですけど、はい、皆さんにいい気が YouTube を通して来ますようにという願いを込めて、今日は国領神社からお届けしました。
お参りも御朱印もいただいたんですが、ちょっと見つけちゃったので、これなんかちょっと良さげじゃないですか。お家行ってみようと思います。ね、神社って結構ね、脇道それたところにすごいパワースポットがあることが多いんですよね。あら、なんか素敵ですよ。なんかちょっとなんかすごいいい感じ、いい雰囲気。お邪魔します。失礼します。お邪魔します。え、なんか近づいていいんだろうか、近づいていいんだろうか。お邪魔します。水谷瑞希と申します。バイオリンと歌やってます。よろしくお願いします。はい、ということで、なんかすごく趣のある小さなお社が2つ。はい、皆さんもぜひ国領神社来てお参りしてみてください。調布駅から1つ隣です。布の田と書いて札という駅から歩いて5分ぐらいかな。来るときは迷ったんで15分ぐらい歩きました。はい、お邪魔いたしました。帰りましょう。これはね、誰さんが祀られているんでしょうね。いろいろ説明書きがないんですけど、でもとてもね、いい雰囲気、いい空気が流れている、そんな気がしました。ということで、国領神社からお届けしました。水谷瑞希でした。スタジオにお返しします。どこだよスタジオって、ね、はい、はい、皆さんこんばんは。水谷瑞希です。本日はどこに来てると思いますか。今日はなんと、いつもいつもお世話になっております、六本木のクランプスさんにやってまいりました。イエーイ、すごい久しぶり。2月の14日ぶりでございます。クランプスさんにね、何しに来たかっていうと、まあ、遊びに来た、まあ、遊びに来たようなものですけど、違うんです。ちょっとお届けしたいものがございます。先ほどの VTR の鈴木なんですけど、はい、ご覧になっていただいてると思うんですが、はい、国領神社で何をゲットしたか覚えてますか。あの、今の時期とても大人気のアマビエさんの御朱印をいただいてまいりました。それを今日はやっぱりお世話になっているクラップスさんに、その御朱印を大事にしていただいて、無事にライブをでき、再開できるように、そんな願いを込めて今日それをお届けに上がったわけでございます。ということで、アマビエ御朱印、六本木クラップスさんの中村さんは喜んでくださるでしょうか。楽しみです。中村さんがまた来たら贈呈式を行いたいと思います。ワクワク頂戴いたします。はい、はい、聞くと思います。アマビエって知ってます。アマビエがわからない、すいません。アマビエ今話題なんですけど、国領はよく知ってます。はい、妖怪なんですよね。そうなんです、うん、あの疫病や何かをなんか予言する妖怪のあれで、結構ゲゲゲの鬼太郎とかみたいなやつに出てきたようなあれなんですけど、日本全国的に結構そのアマビエさんっていうのが流行ってて、まあそれ以前に神社のスサノオノミコトとアマテラスオオミカミが祀ってあるんですけど、そのスサノオさんっていうのがその疫病の大山の神様として、あ、まあそこそこ有名なのか、はいはい、そういうのがあるもんですから、まあその僕あのもともとその撮影行ってた時にコロナのことで撮影中止になっちゃったり、撮影所ダメになっちゃうのがやばいよねっていうんで、みんなで撮影スタッフで一回拝みに行ったことがあって、その時に、あ、ここっていいんだよっていうのをそのプロデューサーさんから聞いたもんだから、じゃあ我々もクラップスさんで早くライブが再開できるように行こうかということで、はい、ありがとうございます。はい、感謝です。で、一応僕は御朱印がお守りにならないという話を随分昔に親から聞いたことがあったんですけど、実はあの神社のホームページ見たら、それをお店に貼っとくと、お家に貼っとくと効果があるということを神社のホームページには書いてあったので、それを信じて、はい、お札じゃなくそれをいただいてきました。御朱印を、御朱印を、ありがとうございます。はい、
どっちなんだと思いましたけどね。護身はお守りにならないってうちの親に聞いてたんですけど。気持ちですよね。うん、あの辺りは長文の辺りね、地名もそうですけど、ね、札とか国領とか。そうですね。ね、お客さんがいっぱいいますね。で、府中には送り玉神社があるし、うん、そうなんですよね。結構詳しいんです、ね。あ、僕ね、あの、祖父がいて、今おじいが住んでるのは府中なんですよね。だから送り玉、あの辺、府中に祖父がいて、よく遊びに行っていて、あと京王線をずっと使ってて。ああ、そうなんですね。地元で。地元が八王子なんですけど、まあまあ、かなりここを通って、そうなんです。僕はもう仕事で年中調布の方行くんで。ああれがありますよね、撮影所が、うん。もう山ほど。なんでこんな一箇所に集中してるんだろうって思うぐらい。あの話変わっちゃいますけど、あの撮影所の前の何川でしたっけ、すごいですよね。あの桜が傷むんでライトアップしないんですけど、映画会社の人が急に明日ライトアップしますって、その日だけライトアップして地元の人だけ花見ができるっていう、お花を見に来る人がいないから、うん、一生懸命映像を撮って、はい、YouTube 流したりとかしてらっしゃいましたよね。ああ、そうかそうかそうか、そうなんです、ね、公園です。誰も見てくれないとかわいそうだかなって。そうだ、ツツジとかもあるんですね、きっと。もうもはや上野公園がすごい良かったですから、人がいない上野公園とか。良かった。でもパンダちゃん見れるようになりましたね。でも人のいない上野公園の桜も良かったですよ。あ、こんな桜多分永遠に見れないだろう、ね、あの柵の向こうから見たんですけど。永遠にっていう感じですね、うん、酔っ払いのいない上野公園とかもうすごかったです。そうですよね、桜ギリギリ見に行ってもみんな立ち止まって見るだけで、はい、座れないから。地球のためには良かったのかもしれないですけどね。一番受けたのはガンジスが綺麗になったって話が一番受けました。俺フェイクニュースかと思ったらどうやら本当だったって。なんか中国の空は元に戻りつつあるみたいです。戻りつつあるって聞きましたね。もうそうです。早いね、衛星写真がね、地球、うん、東京はもうスモックが今年は出ないかもしれないですよ。高価格スモック、うん、素晴らしいじゃないですか。でもお店に高価格スモックはどんどん出してほしいですよね。人が溢れてね。そうですね、もう密ですって言われたいぐらいですね。まあ、熱気がね、高価格スモックですね、うん、熱気がね、はい。でもフラップさんしっかりこうやって対策なさってて、頑張ります。来る方も安心な、はい、そうですね、はい、環境で、安心環境で、はい、ありがとうございます。まあまあこういう対策をしてやりますよということで、はい、対策で見えますかね。全然映ってますよ。はい、マスク、ね、飲み物だけでオープンさせていただきますが、はい、検温とか全部書いてますね、うん、ありがとうございます。ソーシャルディスタンス関係、そうですね、マスクどうしてもピッピッと、はい、この間にもう少し綺麗に作りますけれど、透明なクリアボードが、はい、あと1枚、4枚。あ、こちら側も全部じゃあ。ここも出ますね。そこの通り道だけ貼らないんですけど。今ちょっと釣ってる途中なんだし。舞台からは飛ばないように。そうです。そうです。どうやらじゃあ8月は間違いなくライブ行けそうですね。はい、そうですね。よろしくお願いします。あと一応、ちょっと加工で扇風機ですけど、もしかしたら業務用を買うと思いますけど。うん、まあ30分に1回休憩取ってもらって、30分か20分、はい、換気の休憩を入れてもらって、だから30分か20分のセットを3回とかやってもらって、1つの仕様にする、うん、まずは換気タイムがあると思っていただいて、短めの、はい、10分休憩とかでもいいんですけど、了解しました。キレキレになっちゃって、アーティストさんはやりづらいのかもしれない。ちょっとまずは、うん、お試しというか、いやもうこれは慣れるしかないと思いますよ、うん、その形、まあ、ちょっとまだホームページ書いてないですけど、空調をその時最大にするので女性の方が羽織るものがあって、あ、寒いかも、換気扇を全部つけて、はい、ちょっと冷え冷えするかな、まずは、うん、まずは、はい、そうですね、はい、よろしくお願いします、いいします、ありがとうございます。こちらこそです。はい、ということで今日はアマビエのご主人を無事にお届けできました。よかったですね、行った甲斐がありましたよね。はい、よかったです。じゃあ8月どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、お店のどっか片隅に打っていただければ、はい、まあ、コロナ間違いなく退散すると思います。はい、その会場大丈夫です。はい、はい、ということで8月
月21日楽しみにしててください。六本木のクラップさんからでした。じゃあね。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。水谷瑞希でした。弦楽堂、弦楽器と素敵な出会いを。厳選された弦楽器があなたをお出迎え。弦楽器との末永いお付き合いのため、お客様が心から末永くご愛用いただけるようお手伝いをさせていただきます。お客様と楽器との素晴らしい出会いをお約束いたします。大阪弦楽堂。喋れる歌えるバイオリニスト水谷瑞希です。毎月第2第4水曜日の夜10時から生放送をやってます。お休み前のひととき、音楽と癒しの30分間、ぜひご覧ください。水谷瑞希でした。